高級腕時計ロレックスの偽物を販売したなどとして熊本県の無職の男が逮捕されました商標法違反と詐欺の疑いで逮捕されたのは熊本県の無職金光信秀容疑者です警察によりますと金光容疑者はおととし12月インターネットのオークションサイトにロレックスに似せた腕時計1個を出品し 仙台市に住む20代の男性に販売して860万円を騙し取った疑いが持たれています腕時計はコスモグラフデイトナというモデルに似せたもので正規品の市場価格は当時1000万円ほどだったということです金光容疑者は偽物か本物かはっきりわからなかったなどと容疑を否認しています警察は腕時計の入手ルートを調べています